ご覧いただきましてありがとうございます。まことチャンネルのまことです。今日はですね、Apple の話題でございますね。まあ、新しくね、iPhone とか、あと、iPad Pro とか、あと iPad Mini 3かな、4かな、買い替えをね、考えている方にはかなりね、イライラするライブになると思うんで、僕がね、こういうふうに本当に iPhone 買えない理由とか、個人的な僕がね、買えない理由は こんな理由ですよって感じで、聞いていただけると嬉しいです。昨日ね、本当は撮る予定だったんですけど、ちょっと、遅れてしまってね、本当申し訳ないですね。まずアップルの空気清浄機がうるさいっていうこと、これがうるさいんですけど、ちょっとご了承お願いします。見えてるかな、 iPad mini 4ですね、ひっそりで出てますね。はい、こんな感じなんですけど、エフェクトもちょっと、これは、エフェクトをちょっとするんですけど、ほぼノーカットで、お送りします。申し訳ない、こんな感じですね。で、 iPhone ですね、 iPhone からいきましょうか。僕は、今 iPhone5S です。はい、で今年で、2年目になるんですけど、そのことについては、後ほどちょっとお話ししたいと思います。はい、iPhone5S、タッチっていうか、タッチ ID がマルチタッチに、なったみたいですね。ここですね。あとカメラがね、パワーアップしたってことと、あとは、スペックがね、パワーアップしてるっていうことですかね。重量とサイズが、これね、いろいろね、スペックとかは、他の方がやってるんで、あんまり細かいこと言わないんですけど、どこから説明しようかな。3D タッチ搭載ディスプレイ、このサイズが、iPhone6S が 4.7 インチで、解像度が、1334×750 ピクセル解像度の、326ppi で、そんな感じですかね。あとチップが、A9 プロセッサーですね。そうですね、iPhone6S が、色が、シルバー、ゴールド、スペースグレー、ローズゴールドですね。で、6S プラスが、シルバー、ゴールド、スペースグレー、ローズゴールドなのかな。容量が16、64、128。これね、はっきりと言ってね、6S プラスの方がカメラに関しては、性能はいいです。はっきりと言って、カメラをね、手ブレとかそういうのが 6S クラスの方がいいみたいですね。でも、4K も撮れますよっていう、ことですね。こっちが8メガピクセルですね。5メガピクセルですね。で、こっちが、カメラ、こっちが、
なんていうか、これが、この iPhone は5メガピクセルだったんですけど、これが、8メガピクセルですね。かなり良くなってる。これ4インチじゃないですか。これ4インチなんですよ。4.7 じゃなくて、4インチなんです。まあ、言うの忘れたんですけど、リティーナ HD ディスプレイです。で、今ね、発売っていうか、発表されたのは、リティーナ HD ディスプレイなんですけど、ちょっとね、まあ綺麗は綺麗なんですけど、ちょっとでかいかなと思うんですよ。で、これソフトバンクなんですけど、ソフトバンクの契約なんですが、今回はちょっと買うかっていうふうに言われると買わないかな。残念ながら僕は買いません。で、iPad mini 4もね、かなり薄くなってるんで、で、まあ、iPad のその情報は、今回は、ちょっと省きます。iPhone の話っていうか、話題のみ、させていただきます。ちょろっと iPad Pro の話をちょっとしようと思うんですけど、これはね、もう、あれですよ、もうやばいですよ。何インチだっけ、12.9 インチですね。もうかなりでかいね、ほんとね。まあこれはね、家で使うにはこれいいかもしれないですよね。ただ、どうだろうね、これちょっとでかいかなと思うんですけど、まあでも、まあ、11月に、ね、発売するんでね、 iPad Pro は、まあスペックの詳細ちょっと省かせていただきます。ソフトバンク、 au、 ドコモでもこの3社からも、できますので、っていうか、まあ、ソフトバンク、au、ドコモ3社ね、まあ、どのキャリアでも、予約はできると思うんで、今使っているキャリア、まあ、au だったら au で、予約をね、まあ、どうしてみては、いいんじゃないかなというふうに思うんですけど、かなり混み合う可能性が、ありますんで、まあ、かなり混むんじゃないかな。今日はね、iPhone、iPad Pro、あと、新しい iOS 9についてね、まあ、語ってきたんですけども、紹介したんですが、まあ、iPhone 以外のね、まあ、スペックはちょっと、省略してます。メインは iPhone なんでね、話題は。皆さんね、iPad も気になってると思うんですが、iPhone が一番気になってるんじゃないかなというふうに思います。Apple から発表された、ものをね、ものっていうか、Apple から発表されたね、まあ、iPhone、iPad Pro、あと iPad Mini 4、Mini 4だ。iPad mini 4ですね。 iPad mini 4についてね、まあ、語ったわけでございますけども、iPad Pro、 iPad mini 4のスペックが、知りたい方はね、まあ、説明欄の Apple のホームページ、貼っておきますので、よかったらね、まあ、確認してみてください。この動画が、よろしければね、チャンネル登録と、高評価拡散も、よろしくお願いします。パソコンで、見ている方はこちらから、チャンネル登録ね、できますので、
もしねこの動画がいいなって思った方は、チャンネル登録、高評価、拡散も、よろしくお願いします。各種、SNS やっています。Twitter、Facebook、Google プラス、あと LINE アットの方も、貼っておきますので、貼りたいんですけど、知りたいっていう方はね、まあ、コメントしていただければ、教えますので、気軽にね、まあ、コメント、よろしくお願いします。で、LINE アットね、載せたいんですけど説明欄で、まあいいや、あんまり余計なこと言うとまた長くなっちゃうんで、この辺で、終わりたいと思います。まあ編集はね、まあ、すぐ出したいんで、音楽っていうか BGM とあとなんだっけ、カットあとフェードインだけね、まあ、させていただきます。では、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。